皆さんこんにちは。今回は、セメントで手作りした植木鉢に、そこの水はけを良くするための足を作りたいと思います。この卵パックで、そこを作りたいと思います。ただセメントを、溶かして混ぜてこの卵パックに流し入れるだけです。セメントを流し入れて1日完全に乾くまで待ちます。植木鉢の、水はけと空気の通り道を良くするために足をつけるんですけども、ちょうど高さ的にこの卵パックの容器のものがちょうど良いなと私は思いました。容器を揺すって空気を抜いてください。セメントの中に気泡が溜まっているので、気泡が溜まっているとセメントが割れやすくなります。そして、1日置いて乾燥させた、セメントです。これから取り外していきます。こちらは私の手作りのシリコンで作ったものです。これから取り外していきます。簡単にすぐ取れるので、力はいりません。ただ、割らないように気をつけてください。出来上がりを並べてみました。まるで、チョコレートのような感じで可愛い、底足ができました。こちらは手作りのシリコンで、作ったものです。出来上がったこのセメントの鉢に、つけていきます。最初に取り付ける、場所を決めていきます。今回は4つ取り付けていきます。
ご覧のようにもともとの、底の溝が、浅いので、これだと非常に水はけが悪くなって、植物に良くないので、こうやって足を何かに取り付けた方がいいと思います。植木鉢の底と、先ほどの手作りした足に水を吹きかけていきます。そしてセメントを練って植木鉢の底に取り付けます。セメントは少し多めに、つけます。少ないと、張り付きが悪くなります。そして水がないと張り付かないので気をつけてください。で、しっかり押さえます。取り付けた状態です。はみ出している部分があるんですけど、今竹串で刺している部分ですけども、これは、気にならないのであれば取り除かなくても大丈夫です。気になるようでしたら、小さな、竹串で、気をつけて取ってください。セメントが乾いていない時は、すぐ取り付けたものが取りやすいので、気をつけます。そして、取り除いたセメントをハケで、落としていきます。そして、乾燥させます。しっかりと乾燥させます。水分が足りないようでしたら、霧吹きで、かけてください。そしてこの状態で1日乾かします。こちらが1日経ったものです。きれいに接着しています。高さもちょうどいいです。卵パックで作ると20個作れるので、他の植木鉢にでも活用できます。手持ちの素焼き鉢でも使えるし、セメントポットでなくても大丈夫だ。皆さん、手作りを楽しんでください。
ださいね。いつもありがとうございます。